シェルハアフロート F のヘアスタイルが女性たちを輝かせる理由、それはヘアラインとボリュームをうまくバランスさせた顔に似合う絶妙のデザインワーク。トップの立ち上がり、レイヤーの束感、柔らかい空気感フォルム。ここではアフロートによるアップムーブのボリュームテクニックを紹介する。まずお客様の希望がやっぱりこのトップのふんわり感とか、あと前髪のふんわり感、あとこっちのトップのふんわり感とか、この辺のふんわり感が自分ではなかなか作りづらいとかっていうところもあると思うし、でも今回の商品はそれもすごく可能にしてて、やっぱりお客様の希望をそのまま簡単にこうできるっていうところと、あとやっぱりこの辺の雰囲気をちゃんとしっかり作ってあげることによって小顔にもすごく見えたりとかっていう、そういう効果もありますので、すごく重要なところですね。今回はですね、このアップムーブという商品が新しく出ました。これはですね、根元のですね、立ち上がりであったりとか、根元のこう雰囲気ですね、ふわっとした感じの柔らかさとか、そういうところに最適にこうね使っていただける商品になってます。しかもめちゃくちゃ簡単にあっという間にできるっていうところでは、やっぱりこの美容業界をね、これから新しいものにしていくっていうところですごい商品になっているので、ぜひ皆さんに使ってもらいたいなと思います。ですね、まずこのトップのボリューム感、全体にこうボリューム感を出すっていうやり方と、あとやっぱりこういう若い女の子たちはちょっとこう部分的なこういう立ち上がりのこういうのがなかなかできないので、そういう部分でも使えるっていうところがかなり簡単に自分でもできるっていうのが特徴になってます。まずですね、スライスを少しこう薄く取って、これを少しこうウィービングのようにして毛束感を取って、こうやって細い毛束感の中でボリューム感を出したいときに僕は使ってるんですけど、まずこのようにして、でこれをですね、こうグッと挟んで簡単にこう回してもらって、スルッと抜けてくるので、でこれをですね、ヒュッと出してウッと、で今度反対側に、で抜いて、あとこれをですね、根元までキュッと一回入れてもらって、パチッとはめて、あとここに薬液をつけるぐらいですね。本当簡単にできるんですよね。今までこういう商品はちょっと見たことないですね。はい、太いロットであったりとか、そういうのでこうボリュームを出すってあったんですけど、なかなか思うようにいかなくて、あと細かい作業がすごくできるようになったっていうところですごくいいですね。これはちょっと今年美容業界を賑わせてしまうような商品になっちゃうんじゃないですかね。ボリュームを形状記憶して美しいフォルムが簡単に作れるアップムーブリタッチカール。ふんわりした大きなボリュームが作りたいときは、黒色のアップムーブリタッチカーラーに13ミリまたは11ミリロットをセット。しっかりしたボリュームや毛流を買いたいときは、赤色のアップムーブリタッチカーラーに9ミリまたは7ミリロットをセット。専用のカーリングローション、アップムーブリタッチケラチーヌ。アップムーブの基本的な巻き方を説明します。アップムーブにロッドをセットします。ブロッキングはロッドの直径よりも薄く取ります。パネルは頭皮に対して垂直にオンザベースで引き出します。アップムーブを頭皮より2、3センチの位置にロッドを入れます。ハンドルを手前に回転させて髪の毛を前方に押し出します。押し出された髪をリングコームのテールで前方へ引き出し、パネルを垂直に持ち上げます。
ハンドルを戻し、コームを開いてロッドから外します。ロッドを手前に回転させながら根元に収めます。キャップをロッドにはめます。アップムーブボリュームテクニックスタイル1。ビフォーは乱毛でボリュームが出にくい髪質、アフターはトップの分け目にアップムーブでボリュームを作り、配分バランスのいい小顔フォルムに整える。彼女の場合は結構髪質がもうペタンとしやすくて、どうしてもこう立ち上がりがボリュームが出にくいので、あのアップムーブでちょっと根元の方を立ち上げてあげることによって、あのスタイルがちょっとふんわり束感が出やすいようなスタイルを作っていこうと思っています。アップムーブを使うことによって、根元を形状記憶することによって、お家でも簡単にこうあの束感とか、普段美容室帰りでできなかったのがご自身の自宅でちょっと揉み込むだけですぐ簡単に出せるっていうのが、このアップムーブの素晴らしいところですね。ではちょっとトップの方からボリュームを出していきます。使用アイテム、ここではトップにふんわり感が欲しいので黒色のアップムーブリタッチカーラーに13ミリドットをセットしてワインディング。これで巻き終わりです。で、たった2本なんですけれども、これですごくトップがふんわり立ち上がりますので、これから薬剤の方を塗布していきます。トップにふんわり感を出すときは分け目に合わせて2本巻くのがポイント。はい、それでは、薬剤の塗布に入っていきます。薬剤はアップムーブリタッチケラチーヌを専用のアプリケーターを使って塗布。第1剤を塗布した後、5分間から10分間自然放置を行う。第2剤を塗布した後、5分間自然放置する。再び2剤を塗布して5分間自然放置を行い、薬剤処理が終了。ロッドアウトはキャップを外し、髪を引っ張らないようにゆっくりと。ロッドをすべて外し終わったら、プレーンリンスを行い、アイロンスタイリングで仕上げる。